アンドロメダザ S 星、または SN1885A とは1885年にアンドロメダ銀河で発見された超新星のことである。この超新星はアンドロメダ銀河中で観測された唯一のものであり、天の川銀河以外で最初に記録された超新星である。1885年の超新星として知られている。1885年8月19日に、 アンドロメダ銀河に神聖を観測したとされるアイザック・ウォード。アンドロメダザエス星の正式な発見者エルンスト・ハルト・ビッヒ。この超神聖が最初に観測されたのは1885年8月17日。フランスはルーアンの天文学者リュドビク・グイによるもので、公開の観測会中に気がついたとされる。当初グイは望遠鏡の欠陥によるものと思い込み、 この天体の重要性に気づかなかった。8月19日には、アイルランドは、ベルファストのアマチュア天文家、アイザック・ウォードが、この天体を見つけた。翌8月20日には、エストニアのドルパト天文台において、エルンスト・ハルトビッヒによって観測されたが、ハルトビッヒがこれを、月明かりがない日にも観測して、本物の天文現象と確認し、アストロノミシェナハリヒヒ天の編集者、 アーダルベルトクリューガーへ通報したのは8月31日のことだった。ハルトビッヒの通報をもってこの天体は発見となり以後数多くの観測が行われた。グイア・ウォードの観測もハルトビッヒの発見によって存在が明らかとなった。20世紀になって行われたこれらの観測を総合した高度曲線の分析では、ウォードの観測報告は高度曲大付近の この天体にしては暗すぎるとして分析から除かれ信憑性が疑われている。アイザック・ロバーツによるアンドロメダ銀河の写真。ロバーツはアンドロメダザエッセイの出現時にもアンドロメダ銀河を撮影している。アンドロメダザエッセイは1885年の8月21日から22日にかけて最も明るくなり、死闘級が5.66に達した後、 半年ほどで14等級まで暗くなった。最後に観測されたのは1886年2月で、アメリカ海軍天文台が16等級と記録している。増高と減高が非常に早く、高度極大近辺では赤みを帯びているなど、他の多くの八型超新星とは異なる特徴を示す。赤みは、 暗くなるのに伴ってなくなり、高度極大の2ヶ月後には他の矢型超新星と同じような色になった。明るさを測る速光観測だけでなく、いくつかの分光観測も行われ、観測記録によれば精度は十分でないながら、連続光の上に何本かの気線が乗ったスペクトルが見られ、気線の頂点の波長は矢型超新星に特徴的な気線の波長とおおむね一致していた。 チャンドラ x 先天問題が撮影したアンドロメダ銀河中心部。アンドロメダザ S 星の位置は中央右寄りにあるが目立った x 線源は見られない。出典、NASA、CXC、SAO、アンドロメダザ S 星が出現した位置はアンドロメダ銀河の中心角から16秒で銀河の表面軌道が高い位置にあることが超新星残骸の検出を難しくしていた。 しかし、1988年にきっとピーク、国立天文台の名誉ル4メートル望遠鏡による観測で鉄に飛んだ超新星残骸が発見された。この観測では銀河の光が明るいことを逆手にとり、鉄原子が銀河の光を吸収して暗くなったところを捉え、超新星残骸の検出に成功した。爆発による 放出物が鉄を豊富に含んでいることは、この爆発がガタ超新星であったことと辻褄が合う。1995年以降、ハップル宇宙望遠鏡によっても観測が行われており、撮影された。また、鉄の他にカルシウム、マグネシウム、マンガンでも吸収を起こしていることも分かった。さらに詳細な観測から、鉄の放出物には、噴煙状の構造が見られるのに対し、 カルシウムの放出物はどちらかといえば玉対象に近く、中心に近いところに、古武状構造があることが分かった。このような超新星残骸の分布は、熱核暴走の途中から衝撃波が形成される遅延、バクトドロキナミ説による爆発とよくアウトされている。以上のことから、アンドロメダザエッセイは、いくつか異常な点があるにせよ、イヤ型超新星に分類されている。 近年の研究では、SN1939 バイトと SN2002 ビット J と共に、イヤ型超新星内の新しい小分類に位置づける考え方もある。ありがとうございます。